ハロー、皆さんこんにちは。今現在近くの病院じゃなくて近くの薬局に向かっています。というのが昨日からですね、ここニュージーランドではコロナのワクチンを2回接種した人に与えられるパスポートっていうんですかね、それを取っておかないとどこの施設にも入れないし、飲食店、テイクアウェイでの購入とかも難しくなってくるんで、私はまだそれを